栃木県、埼玉県、群馬県、栃木県、埼玉県、群馬県。星姉チャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは。沖縄の大学生星姉です。自分とかね、自分たち、自分の所属する集団とかが持っていないものを欲しがるっていうね、いわゆるないものねだりをしてしまうというのは、我々ね、人間の悲しいさがでありまして、埼玉県民はね、海がないからもうね、もう海がね、欲しくてたまらないみたいなね、そういうのをこうないものねだりというわけですけれども、沖縄ね、県民がね、ないものねだりをね、するものといえば、県境であります。県境とかね、県境って言ったりしますけれども、沖縄と北海道を除くね、日本の各地域では、ひたすら道を歩いていれば、大体ね、しばらくしたら隣の県に行くわけですよね。けれども、沖縄と北海道においてはそんなことはありえないわけであります。なのでね、沖縄の人っていうのはね、あんまり感覚がわからないですけども、やっぱ県境をね、越えることに何かこう何ですか、憧れって言ったら大げさなのかもしれないけれども、珍しがるというかね、そういうのね、いいなと思うような、そういう感情があるのだそうであります。私はね、18年埼玉に住んできましたけどね、確かにね、県境をまたぐときってなんかちょっとドキドキしますよね。今日ね、これからご紹介する、埼玉県北部のね、北関東のいろんな県が混ざり合うエリアでは、道を走ってるとですね、栃木県に入りました、群馬県に入りました、茨城県に入りましたとか言ってですね、一本の道をね、走ってるとね、瞬く間にね、県が変わっていくようなところがありましてね、そういうところを走るとね、すごいね、感動するものですしね、誰もがね、一度はね、県境反復横跳びとかね、やったことあるでしょ。私も、栃木県とね、埼玉県の間とかでね、こうやってこう、県境反復横跳びをするみたいなね、栃木県埼玉県みたいな、そういう遊びをね、高校の時とか、高校ではやってないかな、やったことをね、覚えています。で、今日はね、先日ね、埼玉に行った時にその三県境を見てきたのでね、それをね、紹介したいと思いますけれども、動画をね、いっぱい撮ったはずなんだけど、動画が保存されてなくてね、あんまね、そういうあるまじき失態なんですけど、結構ね、手の込んでね、撮影したはずのね、動画のファイルが見当たらないんですよね。なので、とりあえずね、ある分だけ紹介したいということになります。で、最初にね、三県境のについてね、紹介しておきますと、日本にはですね、あまたの三県境があります。日本中にね、三県境っていうのはあるんだけれども、ほとんどはね、三県境って、その三県境の上に立つみたいなことってできないんですよ。なんでかっていうと、県境っていうのはですね、大体大きな川でね、分けられていたりとか、山のね、尾根が境で分けられていたりとかするので、なかなかね、県境を見に行くっていうのは難しいものがあります。けれどもですね、関東平野というのはですね、どこまで行っても真っ平らでありますので、関東平野のですね、真ん中付近にある県境というのはきっとね、平らなところにあるに違いないということでですね、もちろんその通り、三県境がね、平地にあるというですね、日本で唯一と言われている、平地の三県境があるんですね。それが埼玉県と栃木県、群馬県の境目になります。で、今日はね、そこにね、行ってきた時の映像をご覧いただきたいと思います。はい。で、こっち側ですね。ここが栃木市。で、こっちが、埼玉県の加須市。もともと北川辺町だったところ、今は加須市ですね。で、こちら側が群馬県の板倉町ということになっています。こんなね、三県境というのはですね、全国に40カ所あるんだそうですけれども、例えば、大阪府と京都府と奈良県の境目とか多分あるんだよね。だけども、それはほとんど山の中にあるわけでして、こうやって平地にね、三県境があるというのは非常に珍しいことです。こちらが栃木県。ここが栃木市。埼玉県加須市で、群馬県板倉町ということで、栃木県埼玉県で、私がね、よくね、埼玉県と栃木県は実はね、くっついているけれども、互いにね、行き来することはできないみたいなことを言ってるんですけど、いやいや、できるじゃないかとね、そういうことになるわけですけれども、実はね、栃木県っていうのもね、実はすぐそこに大きな湖があるので、栃木県本体っていうか、そのここは栃木市なんですけど、栃木市の街中だとか、宇都宮だとかね、なんていうんですかね、大体栃木県に行くときに出かけていく場所に行くためには、一回ね、大きな湖を向こうに行かなくてはいけないわけ で、その湖にはね、橋がないので、実際にだから、宇都宮なんか行くときは一旦栃木か茨城を経由しないと、行くことができないということになってるわけですね。あちら側を走っている JR の宇都宮線ですとか、あとはなんだ、新幹線とかで、埼玉から栃木へ行くときは、茨城県の古河市を通る。で、東北自動車道ですね、高速道路に乗って埼玉から栃木に行くときは途中群馬県を通ると、そういうことになっているわけです。なので、実質的に、埼玉と栃木を、行き来することが可能
動かといえばこのようにですね、栃木から埼玉へ、埼玉から栃木へと、まあ、行くことはできるんですけれども、基本的に、栃木に出かけるといった場合ですね、まあ、どちらかを通るということになるんですよね、うん、なのでなんか埼玉県の本とかにはね、栃木県とつながっているけれども実質的に行き来はできないみたいに思いっきり書いてあります、まあ、ここはほとんどなんていうんですか、まあ、多分どれぐらいの面積なのかな、なんていうんですか、小さい町一丁目分ぐらいの、それぐらいの大きさだと思いますので、まあほぼここはまあ生活圏はほぼ群馬なのかな。なんかこの辺はね、電話番号だとか電気とかガスもねだいぶ入り組んでるので、埼玉県のね端っこ、まあ、この埼玉県もね、ここも実は埼玉県の昔北川辺町って言ったんですけれども、利根川の北側にですね、まあ、実は埼玉県と群馬県千葉県って大体利根川で区切られているんですけれども、こちらはね利根川の北側に埼玉県として残っている唯一の部分で、実はここはね前は茨城県だったはずですね。ここはどうなのかな、ちょっと県境が何度も変わってると思うんですけど、北川辺はもともと茨城県の古河市だったはずです。で古河市からなんか加須市に移管されたとかなんとかで、元はちょっとよくわかんないですね、私も、私はよくあんま詳しくないですけど、昔は茨城県だったと思いますね。多分そうだと思いますよ。で、あそこにはね道の駅があります。何だったかな、道の駅なんて言うんだったかな、道の駅がありますので、あそこに車を止めて大体ねみんなここへ観光に来たりしているようです。でこんな感じのね三県境プレートがしっかりね、これなんかでセメントかなんかで埋められていますけれども、これが盗まれたということでニュースにもなったのでね、知ってる方も多いかと思いますけれども、この三県境界、さっきねここを訪ねてくる観光客の人もね、これが盗まれたやつだねとか言ってましたから、盗難事件の影響でね逆に知名度が上がったのかもしれませんね。ここで死体が発見されたらさ、どこの県の警察が来るのかな。なんかねそれね、県境の本があって、この前県境の本を読んだんですけど、なんかねそれにねなんか書いてありました。なんか多分なんだけど、これぐらいで死んだら栃木県警が来そうだけど、これぐらいで死んだら埼玉県の事件になりそう。あー、ここ凍ってる。関東の冬はとってもね冷たいですね。こちらが三県境でした。はい、ということでね、今ご覧いただいたのがその三県境の映像でございます。なんかここまでしか動画がないんだけど、もうちょっとなんかこうふざけるね動画とか撮ったんですけど、まあ、残念ながらこれしかなかったですね。TikTok にもね動画を上げてるのでね、まあ、それもまた別でねチェックしてみてください。ということで、まあ、こんな感じのね面白いね県境があるというのが関東地方の自慢でありました。どうですか、沖縄の皆さんね羨ましがっていただけましたでしょうか。これねぜひね皆さんね埼玉にね行っていただきたいと思うのでありますね。いや面白いでしょ、やっぱ県をまたぐっていうのはね。うん、まあ、なんか別にだから何って言われたら何もないんだけど、でもなんかやっぱ面白いですよね。この県境をまたぐ人は自粛してくださいとか言われてるね、このコロナ禍に何をやってるんだっていう話ではありますけれども、だだっ広いね田んぼですから、まあここでねいくら県境をまたいだってね、まあ、そんなに、感染リスクはねないのではないかなというふうにね思いますね。はい、ということで、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんさようなら。星ね星ね星ねチャンネル見てくれてありがとう。